みこハローゆうです。はい、今日はなぜお風呂場にいるかって言いますと、久しぶりにチャレンジ動画をしたいと思います。最近 YouTuber の中で流行っているチャレンジがあって、それが炭酸水をノーハンドで、飲めるかどうかっていうねチャレンジなんですよ。で、ちょこっとね、どんな感じに YouTuber やってんのかなって思って見てみたらみんな失敗してんの。そう、だから今日はゆうがチャレンジしたいと思います。おそらくゆうは、飲めると思う。だって、今ねここにね、ゆうが毎日飲んでるサンペレグリノあるんですけど、そう、毎日飲んでる人なので炭酸水は、そう飲める自信はある。でも、ノーハンドではまあね、普通に飲んだことがないので、まあ、飲んでみたいと思います。いいでしょうかはい、よし。じゃあ、で、飲みやすいように、マスクねまあ気づいた方もいると思うんだけど、マスクに穴開けてるんですよ。マスクにこうね、穴開けてますはい、でここからね、もう差し込んで飲んでみようと思います。はい、ではいいでしょうか。おかしいねここ喋るたんびに動くから面白いね。はい、では開けます。はい、よし。ではこうね、ちょっと待って、よいしょちょっと大変だな、マスク越しの、ちょっと大変だなこれ。ちょっと待って、飲めるかな、ちゃんとこうやって、ちょっと待ってこうやって飲むんですよ。そう、あれ、ちょっと飲めるかな、ちゃんと、うん、ちょっと待ってね、ちっちゃすぎたかな待って待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、飲みづらいぞ、ちょっと待ってよ、よし、いいかな、はい、こんな感じ、見えますかね、こんな感じです。いいですか、もーす、3、2、1、やばい、濡れた濡れた。いやー、これね、口の中に含むことはできます。うん、なんだけど、その後冷たい飲み込むことができない、普通に。みんなもやってみて、もしかしたらみんなの方が飲めるかもしれないですよ。そう、口のなんか筋力とかあれば筋力っていうのか分かんないけどはい、ということで、ゆうも失敗した。てか冷たい、マスクの中冷たい。はい、ぜひみんなもチャレンジしてみてください。終わります。バイバーイ。